皆さんこんにちは、すいまるです。今日はもうすごい大号泣したんですけど、私の大好きなあややがなんか11年半ぶりに復帰するらしくて、嬉しくて可愛くて号泣してしまいました。本当にあや大好きなんですよ。もうテレビ出ないのかなって思ってたので、めちゃくちゃ嬉しくて可愛くて、もう何歳になっても本当に可愛いんですよね。大号泣で、もうなんか CM とかで見れることないと思ってたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。可愛くてなんかもうあややだけはちっちゃい時から本当に小学校3年生くらいであややがデビューしたんですけど、もうそっからずっと大好きで、ずっと可愛くて、めちゃくちゃ嬉しい。ほんまに嬉しい。もうほんまにこんなにうわってなったの久しぶりで、これは絶対に YouTube に上げないといけないと思って、先に動画の前にボイス撮ってるんですけど、めっちゃ可愛い。まあ、あの頃のまんまって言われてる芸能人の方で、あの頃のまんまな人ってあんまりいないじゃないですかでもあややはほんまにあの頃のまんまで、疲れたもうほんまにもうなんか嬉しい嬉しい、ほんまに嬉しいです。もう他にもなんかあやや好きな方とかいたらぜひコメントください。ほんまに嬉しくて、なんかもう他に言うことないんですけど、感動して、でその別に自分の中で留めとくこともできたんですけど、でもなんか伝えたいと思って YouTube 撮りました。ほんまなんか共感してくれる人と話したいと思って YouTube 撮りました。もうなんか自分の中にだけに留めとくのがもったいなく感じて、もうめっちゃ嬉しい。とにかくもう大好きなあややをもう一回画面を通してでも見れるっていうことがもうほんまに嬉しくて、私いまだに CD とかアルバムとかパソコンに入れて聴いてるんですよ。からなんかああもうこんな日が来んねやと思って、もう現れないんじゃないかなと思ってたんで、伝説のアイドルみたいな感じで、もうメディアでお目にかかることってないのかなと思ってたので、ほんまに嬉しくて号泣です。ほんまにやばいめっちゃ嬉しくて一人で泣いてました。嬉しいめっちゃキモいと思うんですけど、一回もそんな本人にお会いしたこともないし、でも嬉しくて、なんかもうほんまに言葉にならないんですけど、ほんまに嬉しい。なんか同じ気持ちの方がもしいたらすごい嬉しいんですけどね。なかなか私もともと友達が少ないんで、あんまりあやの話できる人がいなくて、で結構隠しちゃうんですよ。本当に仲良くなった子と何回かカラオケに行くまではあやや歌えなくて、だからアイドルの歌がなんか歌えなくて、結構実際のキャラとかけ離れてるようなとこがあったりするんで、ほんまにこの子にだけと思った子とか、心許してる人にしか、なんかアイドルの歌わないんですけど、なんかほんまに嬉しいし、もうなんか、感極まって。めちゃくちゃ嬉しくて、もうなんか、
発信するしかないと思ったんですね。もう自分だけじゃ、もう、なんか、無理と思って。嬉しい。でも多分私だけじゃないと思うんですよ。こうやって思ってるのは私だけじゃなくて、いっぱいいると思うんですよね。そういう人と、なんか、いろいろ、お話できたらっていうか、多分、いろんな人の気持ちを動かしたと思うんで、私自分だけじゃなくて、1歳の子供がいるんですけど、娘なんですけど、娘にも、あやや聞いてほしいと思うし、なんか、ほんまにいろんな人が、あやや好きやと思う。めっちゃ嬉しい。ほんまに嬉しい。ほんまに。もしかしたら、CM で、まあ、お子さんもいらっしゃるんで、なかなか、たくさん出るっていうことはないかもしれないんですけど、こういう感じで活動されてるのを、こんな関西の片隅の部屋で、ぼそぼそ、私も応援できたらいいなって思っています。まあ、向こうは私がこう生きてることすら全く知らないんで、もうなんか泣いてるっていうのも気持ち悪いって思われると思うんですよ。まあ思われるやろうなと思うんですけど、でももうそれぐらい私は嬉しくて、ほんまにもう文章になってなくても、もう何でもいいから、とにかく感情のまま喋ろうって思ったんですよ。ほんまに。もうなんか、久しぶりにすごい気持ちが動いて、ちょっと疲れました もうでもほんまに嬉しくて感動して、もう、こういう、嬉しいっていう感動の涙を、これからもどんどん流していきたい。ほんまに。ほんまに。なんか、こういう、なんか、もう、ね。ほんまに、ありがとう。まあなんか私、あややだのみならず、もうなんか、プロデューサーのつんくさんとか、もうなんかほんまみんなに感謝してるんですよ。私に、あややっていう存在を、なんか、知らせてくれてありがとう、みたいな。あややを認知してくれて、認知? あややを、なんか、認知?認知じゃないな。なんやろ、認識させてくれてありがとう、みたいな。認知って言うとちょっと意味が変わってくるので、あれなんですけど。もう本当に、嬉しい。この時代に生まれて、平成の時代に生まれて、よかったなと思います。もう、ほんまに、めっちゃ、ただの専業主婦が、こんなとこで泣きながらね、こんなこと言ってて、ほんまに、気持ち悪いって自分でも思ってるし、皆さんも思ってるし、でも私はそれぐらい本当に嬉しくて、もう、もはや大好き。もう大好き。本当に。同じ気持ちの方がいたらぜひ、グッドボタンを押してコメントしてください。頑張って返します。拙い文章になるかもしれませんが、頑張って返すので、よろしくお願いします。では、そろそろ、娘が、ミルクをあげないといけないので、心、苦しいですが、退散しようと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた。お会いしましょう。さようなら。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。さようなら。